理工ックス株式会社は、愛知県岡崎市伊田町に本社を置き精密機器などの製造を行っている利権グループの企業である株式会社理工の100%子会社腕時計事業は名古屋市で1899年に設立された係時計製造会社高野時計製造所と1913年に設立された桶時計製造会社高野金属品製作所が 1921年に合併して誕生した高野時計金属品製作所を起源とする。戦前から日本軍向けの砲弾用新刊を手掛けていたが、朝鮮戦争勃発後の1951年以降、アメリカ軍向けの砲弾用新刊特需で経営不振から再建、米軍特需終了後の1956年に新たな生産品目として腕時計生産を企画した。 高野精密の腕時計生産は1957年初頭から具体化した。新使用時計については当初、西ドイツのラコード系のムーブメントのみを輸入して、これにケースを組むことでスタートし、徐々に自生化した。また新使用腕時計よりも小型なため技術的な難易度が高い婦人用腕時計については、1957年10月にアメリカ合衆国の高級時計メーカー、 ハミルトン時計と世紀の技術提携を結び、同社の設計や技術の供与を受けるなど、先行する国産大手の成功、シチズンを急速に追撃するための促成戦略が取られた。最初にリリースされた腕時計は1957年9月10日、ラコーのムーブメントを採用して制作された、タカのブランドの200シリーズである、婦人用時計はハミルトンの設計、 技術を踏襲したものの、新仕様時計は、ラコーのムーブメント搭載から、オリジナルな設計へのシフトを進め、2年後の1959年10月には、世界一薄型の手巻時計、高野社頭をリリースした。だが、その直前の1959年9月、伊勢湾台風が、東海地方を襲い、名古屋の高野本社と生産拠点の笠寺工場は、共に、 甚大な被災状況となった。台風被害からの再建に多額の費用を要しただけでなく、腕時計業界進出後の営業各販能力も不十分で在庫型となり、1961年頃には経営悪化が顕著となった。1962年7月26日に経営母体の変更により、他のブランドは消滅することになり、その製品と製造技術は リコーブランドに継承される。リコーブランドでは、当初は、高野のデザインを踏襲した製品を送り出していた。しかし、成功に次に本国で2番目にクォーツ時計の量産に成功し、クォーツ時計のシリーズ、リクオーツがヒットしたことで、以降は斬新なデザインのクォーツ腕時計が、製品ラインナップの中心となっていった。次第に低廉なクォーツ製品の販売に、傾倒していったため、 高の時代に培われた腕時計製造技術におけるダイナミズムは失われていき、その進行に伴って、リコード計のブランド価値は既存されていくことになった。2014年現在の製品は2008年から展開する主力のシュルドのほかフォーマル用、シャルベール、女性用、モンペリエミット、バリュー、アトランタなどのシリーズがある。かつてリコーが ファミリーコンピュータ用半導体を製造していた関係でゲームソフトの販売が企画された。プロレスラーの長州寺からとコラボレートした縦スクロール型シューティングゲーム。当初はフィールド型アクションゲームとして開発され、メディアにも画面写真が紹介されていた。開発はハドソン。販売はリコエメックス海外ネス版は1989年にアドベンチャーズオブジの力として、 キャラクターをオリジナルに差し替えて発売されたハドソンより発売ありがとうございます。